今日は9月の29日日曜日です。現在私は新しくなった松山駅の西口にいるんですが、もうそろそろしたらね、あそこのゲートが開くはずです。もうすでにね、たくさんの人がね、並んでいました。今日はね、JR の松山駅の開業にあたって、記念の式典も行われるそうで、左側に見えておりました、くす玉がありましたよね。あそこでね、今日記念式典が行われます。いや、めっちゃ人いるな。いや、もう今ね、5時半ぐらいなんですけど、めちゃくちゃ人がいますね。今ね、駅の真ん前までやってきたんですけど、めちゃくちゃ人が並んでる。まあこれもね、5時40分になったら消えるんですけど、めちゃくちゃ人いるな。はい、今ね、ゲートが開いてね、駅に入れるようになりました。見学ツアーもね、あったらしいんですけど、私は参加しませんでした。おー、すごい光ってますね。 JR 松山駅という文字がね、あれ綺麗ですよね、ほんと。さあ、入れるぞ。いや、ほんとめちゃくちゃ楽しみ。お、うわ、これなんだ、これ松山駅なの、ほんとに。うわ、明る。これは夜でもね、ほんと明るいっすよね。お、こうね、JR 松山駅高架化完成というね、式典のあれがありましたね。これが新しい JR 松山駅ですよ。ウォークイン改札もあってね、めちゃくちゃ券売機のとこ人が並んでますね。おお、いや、これは楽しみだな。だんだん通りとか入るのが。さあ、高架化に伴ってね、4番乗り場まであるんですよね。さあ、始発列車は6時13分発で特急潮風石槌6号ですね。はい、松山駅、これからもよろしくお願いしますと書いてありますね。コンコースのね、案内の内側には、ようおいでたのもし松山へと書いてありますね。あれはなんか、ま、もう松山に帰ってきたって感じがしますよね。早速ね、だんだん通りもう入れるみたいなんですよね。まあ店舗はまだ開いてないんですが、ね、まだ入れるということで、さあ入っていこうかなと思います。ロッカールームの方にやってまいりました。めちゃくちゃ綺麗ですね、これ。もうこれは綺麗すぎて何も言えないですね。 IC カードも使えるんですよね、これ。イコカ対応。いや、すごいな。スイカ使えるんで。さあ、ただいまね、セブンイレブン、キオスクがね、開店しました。いやー、商品の品揃えがすごい。めちゃくちゃ並んでんな、券売機。さあ、僕もね、入場券を買いましたので、早速松山駅に入っていこうかなと思います。いやー、エスカレーターもついたんでね、本当に便利ですね。うわ、本当に都会だな。自動改札も導入されたということで、非常に便利になりますね。駅員さんの負担軽減をね、なんか目的としてつけられたらしいんですけど。さあ、早速一番列車をね、見に行きましょう。さあ、これは2代目駅舎からある松山駅のアンパンマン列車の写真撮影のところですね。いや、待合室にイオナダの椅子があるんですよね、これ。初代のイオナダ物語の椅子ですね。待合室でもこんな感じで発車案内があります。非常に便利ですね。さあ、ホームにやってきたんですが、いや、これはすごいな。いやー、4番乗り場までできたらしいんですけど、いや、これはほんとすごい。もうほんと都会って感じですね。さあ、もうちょっとしたらね、1番列車がやってくるんですが、なんか接近放送の声も変わりましたよね。昔はなんかお姉さんらしい声だったんですけど、おばちゃんとお兄さんって感じの声になっております。いやー、ほんとすごいな。さあ、ということでね、一番列車が到着いたします。2番乗り場、列車到着します。さあ、一番列車特急潮風6号岡山行きが入ってきました。いやー、ほんとなんか都会の崩壊期って感じですかね。
だから本当西日本みたい。いや感動的ですねこれは。いや本当にかっこいいな。この発信系とね、この郊外人が似合いますね。明るくなってきたんですが、今記念入場券を買うために並んでおります。いや長い。はい、こんな感じでね、あの仮のスロープが設置されております。いやこれでね、あの東西もね通り抜けできるようになるんですよね。いやしかしこのエスカレーターがすごい便利ですね。ほんとエスカレーターつくだけで利便性っていうのが上がりますね。今ね8000系アンパンマン列車と N2000 系機動車が止まっています。今日はねこんな感じで出発式もあったんですよね。ね、この会場には中村知事も参列しています。さあやってきた車両は8000系電車、リニューアル車ですね。フル編成です。めちゃくちゃかっこいい。本日はこれがね特別列車としてね運転されるみたいです。駅長さんの合図で出発しました。いろんなねテレビ局さんも、ね、いますね。ただいま記念列車が出発いたしました。どうぞ拍手でお送りください。かっこいいですね。さあ時刻は6時頃。あのね今ね松山駅に戻ってきたんですが、人はねちょっと少なくなってきましたね。今ね伊予工場行きの普通列車が出てきました。いやーなんか似合うね7000系は。けどやっぱ7000系がいると、ああ JR 四国なんだなと感じますね。あ、なんといっても時計がつきましたね。これ便利ですね。さあ高架駅ということもあり階段があります。なんかあまり僕はね高架駅にあまり行かないので見たことない光景ですね。さあ出発式からまた岡山を折り返してきまして、またリニューアルフル編成がやってきました。はい、リニューアル8000系が出発いたしました。やっぱ流線型の車両ってかっこいいですよね。バイバーイ。私もね初代米田物語の車両じゃない椅子に座ってみました。奥にいるのは鉄道グループくんですね。エスカレーターもついて本当に便利になりましたね。さあということで本日の動画はいかがだったでしょうか。本日は新しくなった JR 松山駅を紹介してみました。ぜひねチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。